はいどうもガチャンナショでございます。はい、今回はですね、はい、やっと来ましたね、グランドオープン。ちょっと早めに来ましたね、想像よりも。それでですね、今回、スカウト引いていきたいと思うんですけど、まあちょっと今808分半なんかなんで3回しか来ないんですけど、それでやっていきましょう。まあ4戦になって、はい、いい感じなんで、今回丸選手が一番当たりですかね。まあ、やっていきましょう。まずは目をスカウト10連、はい、行きましょう。はい、さあ、まあ別に誰が出てもいいですね。4人になるから、お願いします。演出は変わってないですね。さあ誰が出るでしょうか。2枚抜きはあるか。はい、もうされます。まあ2枚抜きなかったですね。まあまあそうですね。まず10連、はい、1人、左手、中村晃選手。あ、これいいですね。4人できます。はい、ありがとうございます。それで、はい、グランドオープン記念の、はい、スタート引いていきます。30連ですね。はい、お願いします。さあ、まずは10連目なんですけど、すごいですね、なんか演出が。っていう人が出ました。知らないな、この人。2枚抜きだったんですけど、これはありがたい。菅野選手が出ましたね。これ大当たりですね。あ、菅野選手いいんですね。あ、じゃあ、いいですね。3枚抜き。さすがに4枚抜きなかったです。いいですね、松田選手。これも極みにできますね。はい、ありがとうございます。今回は3枚抜きということで、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。続いて20年目、まあ、これは出ないでしょう。お願いします。はい、お願いします。まあ出たらいいんですけど。お願いします。お、あ、もういいか。まあこれは、出ないですね。はい、まあ2連目で3枚抜いたんで、しょうがないですね。2連目は出ないです。まあまあまあ、違いません。はい、ありがとうございます。続いて、はい、これは使ってでお願いします。30連目、まあ、でも10連目に3枚抜くっていうのはなかなか難しいですね。まあ、これもう絶対1枚。出ないですね、これ飛ばしてみましょう。はい、10連目。おー、大島大島選手。あー、ありがとうございます。これも、極めてきますね。という結果でしたね。いや、良かったんじゃないですかね。エスがとりあえず5人ゲットってことで30連目。そうですね、大島選手、松田選手、菅野選手、アイスニードっていう、で中村選手、まあ行きますね。はい、ありがとうございました。まあ、またスタート聞いたら配信したいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。でまた見てね、バイバイ。